にちは。1月12日金曜日、今週もですね、鹿児島市内産業道路沿いにあります奄美の里シャンダフレールからお届けします。皆さん、年が明けてどうですかね。なんかいろんな植物が少しずつ入ってきてるんですけど、こういうですね、芽出しの球根苗がいろいろ入ってきてるので、球根植物をこの可愛いカゴに寄せ植えしてみようと思います。はい、まずはですね、今日使う植物の説明からいこうかなと思います。ムスカリのアルメニカム、もうブルーの花がとても可愛い球根植物ですね。寄せ植えにしてても、お庭に植えても毎年楽しめる。葉っぱの間からですね、この青いとんがり帽子のお花がムクムクっと出てきて、とても可愛いですね。で、これはですね、植えっぱなしで毎年出るんですけど、庭とかに植えっぱなしだとですね、葉っぱがすごく長くなるんですよ。なので、秋に毎年掘り起こして植え直した方が、葉っぱが短く出ますね。で、毎年楽しめて、寒さにももちろん強い。これが芽吹いてきたらですね、なんか春が来たぞっていう感じがしますね。で、次に、このアネモネのリリカちゃん。八重咲きのですね、このリリカを使ってみようかと思います。アネモネもですね、意外と植えっぱなしで毎年咲いてくれて、とっても可愛いのでですね、使いやすいかと思います。似たような感じので、ラナンキュラスの方は毎年植え替えが必要なんですけど、アネモネは割と植えっぱなしでも翌年出る確率が高いですね。このアネモネのリリカを使ってみようかと思います。で、これはですね、ちょっと悩んでるんですけど、ミニ咲きの水仙ですね。で、このミニ咲きタイプだと結構寄せ植えとかに入れても、花が大きすぎずでですね、他の草花も邪魔しないので、使っても可愛いかなと思いますので、ちょっとこの水仙もですね、使えたら使ってみようかと思ってます。宿根草のクモマグサ。はい、これはですね、ちょっとどっちかというと、山野草に近い感じで、水はけが良くて、加湿が嫌いですね。でも宿根で毎年楽しめて、寒さにも強い。カーペット状に茂ってですね、可愛いお花なので、雪の下の仲間ですね。クモマグサ、この辺もですね、手前の方に入れてみたら、球根植物ととても似合うのでですね、可愛いかなと思います。このクローバー、宿根で毎年でグランドカバーとかにもなりますね。庭植えでも寄せ植えでもよくて。で、これはですね、結構株が大きいんですけど、割って入れられるので、寄せ植えの脇の方にですね、このクローバーの葉っぱが可愛く茂ってくれるといいので、これもちょっと使ってみようかなと思います。カゴとかの相性もとってもいいのでですね。で、次にですね、どれかビオラをちょっと入れようかと思って悩んで、いろんな色をちょっと持ってきてみたんですけど、この辺がですね、花農家ゆうきさんのジョリージョリですね。ミニ咲きのビオラで春ですね、ものすごくたくさん咲いてくれるんですよ。なので、ちょっとこのジョリージョリのですね、どの色かを使ってみようかと思います。バニー系のビオラって言ったら、みもとさんですね。みもとさんのシュガーラビット。この辺もちょっと可愛いので、このビオラのうさぎちゃんタイプのですね、どれかをちょっと入れようかなと思って悩んで持ってきてみました。この中から組み合わせてですね、今日はこのカゴに寄せ植えをしてみようかと思ってます。今日はですね、この可愛い雑貨のカゴに植えてみようかと思います。はい、これがですね、直径が28センチですね。奥行き19センチぐらい、ちょうどいい感じですね。で、この編み編みカゴにどうやって植えるのかっていう、多分一番ですね、手軽なのはこの麻布、麻シートですね。水苔とかですね、いろんなので塞ぐ方もいらっしゃるんですけど、ヤシ繊維とかですね。はい、麻シートが一番多分手軽にできるんじゃないかなと思って今日は準備しました。で、これもですね、厚さがいろいろあるんですよ。で、これちょっとですね、透けるぐらい薄いので、ちょっと二重にしてみようかと思います。で、これをですね、あらかじめ、ここが被るぐらいの大きさですよね。こう被るぐらいの大きさでカットして、で、これを中に敷き込みます。で、ちょっとですね、重なるところはもうちょっと折り曲げて、でも縁の方はですね、適当に出ればいいですね。で、あまり大きい場合はですね、縁の方をちょっとカットしてあげればいいと思うんですけど、でも少し畳むぐらいで出てもおかしくないので、で、ここしっかり土が入るので、ここで高さ確認してですね、ここまでしっかり角まで押しても、この縁が出ないように麻布をちゃんと敷きます。で、これで土を入れるんですけど、花ちゃん培養土プレミアム、こちらを使っていこうかと思います。あらかじめですね、こちらの器に花ちゃん培養土入れてあります。いつもオルトランを使うんですけど、今の時期虫ってそんなに来ないので、オルトランの代わりに逆にですね、球根植物は病気とかがたまに入ったりするので、住友化学さんのですね、虫にも病気にも効くというベニカ X ガード、こちらをちょっと入れていこうかと思います。あと元日にですね、いつものマイガーデン、これですね、こちらを入れていきます。で、これをこの培養土に入れて、混ぜて使っていきますね。
で、これでしっかり混ぜます。じゃあ今日はですね、水はけがとってもいいカゴで、朝シートなので、もう鉢底石は入れないでいきますね。もうこのまま培養土入れていきます。最後ですね、大きすぎたのは切ればいいので、これでちゃんと隅っこの方まで土が入る感じで入れます。今日はですね、何を植えるかってさっきもお伝えしましたけど、まだ何にするって決めてないんだった。で、アネモネとムスカリは決まってます。アネモネとムスカリはちょっと可愛くこう入れようかと決まっているんですが、ビオラの色。水性もちょっと後ろに立っても可愛い。でもなんかこう今日、このちびちびビオラ入れたら可愛いなと思って持ってきたんだけど、色が渋いあまりにも。で、これに、ここにこれが入って、クローバーが入ります。はい。そう。ただね、私もね、これが色が映えるなと思って持ってきたのよ。でも、好み的にはそっちなんだけど、可愛いのでいこうかな。はい。というところで、このアネモネとムスカリは絶対植えると決めてきたんですけど、ビオラの色をまだ悩んで、決めていなかったという。この色はなんかとっても好きだから入れたい。独断と偏見で。で、あとが、ちょっと華やかな色も入れた方がいいよねと思ってこれを持ってきたんですけど、でも、ピンクが可愛い。ピンクが可愛いね。このシュガーラビットってこのウサちゃんのこれもすっごい可愛いんですけど、ちょっと色がなんかパッとした方がいいですよね。アネモネもまだつぼみだし。で、これを入れて、本当はこの水仙を入れてもすごい可愛いなと思って私持ってきたんですけど、でもこのクモマソウもすごい可愛いから入れたいと思って持ってきたから、水仙をこれまですると入らないかもしれないかな。ちょっとこれは入れたくて、で、クローバーも割ってこう隙間から入れたらすごい可愛いなと思って、これはでもちょっと入れたいかな。ちょっとなんかこんな感じで植えるようにしてみて、水仙は入ったら入れようかな。水仙も可愛いけど優先的にはビオラとこっちのクモマソウとかクローバーちゃんが入りたい。ちょっとじゃあこれで植えてみて、入ったら水仙。これで植えてみますね。アネモネのリリカもですね、これ多分このつぼみの色からすると多分ピンクだと思います。白い覆輪が入ったピンクだと思うので、これでいきます。今日はですね、後ろの方が背が高いので、やっぱり後ろから植えていきますね。後ろと脇入れて、最後に前ですね。はい。なので、リリカちゃんから植えていきます。はい。で、この時にですね、下葉の葉っぱの黄色いのは取ってください。中の方で黄色くなってる葉っぱは最初で取った方がいいのと、あと、アネモネはですね、シクラメンとかも一緒ですね、球根のところ中心を埋めすぎないでください。あんまり芽がいっぱい出るところをですね、土で被してしまうと、そこが腐ったりするので、ちょっとですね、型を落として、黄色い葉っぱをちょっと取って、で、この中心を埋めないように植えますね。こんな感じかな。こんな感じで、つぼみが可愛く前の方に出る感じで植えますね。全部は入らないかもだけど、少しいけるかも。で、このキタキタはですね、ミニ咲き水仙で、寄せ植えにもちろんなってるので、少し割って、ちょっとずつ入れられるかも。で、こういう球根植物、こんな感じでですね、すごく根が絡んでるときは、水で洗って割ってもいいかもしれないですね。ここが、すごくいっぱい出てる場合は。ちょっと割れたので、ちっちゃく横に入れますね。かわいい。あ、難しい。つぼみが。で、水仙はですね、土植えでももちろんいいんですけど、水栽培とかでもいけるので、綺麗に洗ってガラスの器とかにですね、水苔とかで入れても可愛いですね。ハイドロボールとか、あんなので入れても可愛いかと思います。この花農家ゆきさんのジョリージョリはですね、本当に春にもりもり咲いてくれるので、このミニ咲きのビオラがですね、こういうブリキとかワイヤーのカゴとかですね、もう本当に可愛く茂ってくれるので、これだけ植えても可愛いですよね。パンジービオラはですね、少し根に刺激を与えた方が後の茂りがいいので、今私黙ってここぶつって蒸しちゃいましたけど、下の方ちょっと切ってですね、で、下葉のおかしいところも取って植えてあげるといいですね。
今年はですね、結構暖かかったりしたので、ビオラがすごく間延びしていることがあると思うんですよ。まあ、これだとここがちょっと伸びてはいますよね。で、これがヒューンって伸びたりしているところがあると思うんですけど、それをですね、今の時期にあんまりザクザクザクって短く切りすぎると、咲いてくれる時期っていうのは4月の中旬ぐらいまでとか、まあ、長くて4月いっぱいぐらいかな。で、決まってるので、あんまりもうつぼみも全部落としてしまうと、花が間に合わないので、もうどうしても気になるなら、こう伸びたところだけをちょっと節で切ってあげるといいかと思います。例えばここで伸びてますよね。これだけが高いので、この節のところでこれだけ、そう、かわいそうだけど切っちゃうとか。これだけ落として高さを合わせて、こうコンパクトにするとか。株をざっくりは切らない方が今の時期だともういいと思います。で、ちょっとこの脇の方にふわんと広がる感じで横広がりに入れてあげるとかわいいですね。で、あとこっちの右の方にもこのピンクを入れてあげようかな。さっき黙ってきちゃったから、今度はちゃんと説明しながら切りますね。ここが、下の方に根っこがこう、まとまってると、ここのところだけですね、ちょっと、このぐらい崩して大丈夫ですね。このぐらいして型をちょっと取って。で、下葉の悪いところとか、中の腐った葉っぱとかをですね、取ってあげるといいです。よくビオラとかがですね、下の方に黒い斑点が出たりするんですけど、やっぱり環境が悪くなったりですね、状態がちょっと弱ったりすると、その斑点とか病気が入ったりもするんですけど、植え直して勢いがついてあげるとですね、ビオラとかは強いので意外と止まってはくれます。ただですね、さっき混ぜ込んだベニカ X ガードとかですね、こういうちょっと殺菌剤みたいなものをしてあげると、なお安心なので、そういうのをしつつ、勢いもつけてあげれば、その黒い斑点の病気はですね、収まりますね。ビオラ次々咲いてくれるんですけど、こんな風に種ができるんですね、花の後に。その種をつけると、もう自分の子孫はできたからって言って安心してですね、花付きが悪くなるので、種はしっかり取ってあげた方がいいですね。で、今度こっち側に入れますね。ちょっと不安と横広がりな感じで。よいしょ。こんな感じですね。かわいい。で、ここにムスカリを入れます。ムスカリもですね、5球入ってるので、ちょっとここの前の隙間結構あるので、もう5球とも入れちゃおうかな。かわいい。ちょっと向きを変えて、こちらにもう5球このまま入れます。ちょっと配置だけ球根ばらして入れました。で、あとここの隙間にクモマスを入れたらとっても可愛い気がします。で、クモマスもですね、宿根で毎年なんですけど、少しぐらい根っこ切っても大丈夫なので、すごく固まってる時はですね、ちょっとだけ切ってあげたらいいかもです。こんな感じかな。はい。で、これで、この隙間から少しクローバーとかがちょっとはみ出してくれると可愛いので、これを入れていきます。で、クローバーは、すごく茂ってるんですけど、これも割れるので、根っこが茎についてれば OK なので、ハサミで切ります。株に根っこがついてくれば OK なので、こんな感じで枝に根っこが出てるので、これが根っこがついてれば大丈夫なので、このままいきます。で、ポットとポットの隙間が空いてるので、そこにクローバーも入れていきますね。根っこがついてさえいれば、後で活着して茂ってくれるので、このムスカリの横とビオラの間と、あと後ろの方からも出てくれても可愛いので、この背面ですね。背面の隙間にも入れていきます。こんな感じで配置が完成です。大丈夫。で、後でちょっと整えますけど、アネモネの葉っぱとかがすごく大きいのがですね、こっち側にかぶってたら、後ろに回せるのは少しちょっと回して、で、あとですね、すごいかぶってるのは、1枚2枚なら葉っぱ切っても大丈夫なので、こんな感じで整えたらいいかと思います。あとはもう日差しの方向に向いてですね、外側にどんどん葉っぱが出てくるので、いっぱい一度に切るのは良くないですけど、
2、3枚ならですね、切っても大丈夫なので、これでじゃあ土入れをしていきますね。アイリスオーヤマさんのゴールデン流浄培養土も花ちゃん培養土もですね、草花系とかどれを植えても大丈夫で、球根植物とかにももちろん使えるので、これをですね、間には入れていこうかと思います。クローバーとか割った時にですね、根っこが結構外側にも出てるので、それをきれいに中に根っこは入れてあげないといけないですね。根っこが乾いちゃうと葉っぱもしおれるので、このポットとポットの隙間ですね、ここに間に土はきれいに入れていきますね。で、縦列に土は入った方がいいので、ここをちょっとだけ補助してあげますね。こうね、斜めに根玉をつついたらダメですよ。縦の隙間に土を落としていく感じで、ちょっと細くしてあげますね、軽く。で、減ったらまた入れる。結構この縦幅、これだけの分土が入るわけですから、ここにですね、しっかり土を入れていきます。指で押さえるのでもいいんですけど、ちょっとですね、もう細い棒で少し補助してあげたら綺麗にまっすぐ落ちるので、これで入れていきますね。で、ここもですね、水仙とこのアネモネの間に隙間があるはずなので、ここに土を入れていきますね。クローバーも入れてるので、この根元もですね、しっかり土を入れて、ここの間も入れてですね、この間に土を落としていきます。この鉢の深さ分土は入るので、意外ときれいに入りますね。たくさん入るんですよね。で、このムスカリとか水仙はですね、花が終わって、その後に葉っぱがどんどん茂るので、花が終わって葉っぱが茂ってきたら、別の鉢とかですね、お庭とかに植えててもらえると毎年咲いてくれます。なので、どうかな、ビオラが終わる頃に一回植え替えてあげてもいいかもしれないですね。で、こういう球根植物はですね、葉っぱが茂った時に葉っぱが邪魔よねと思っても、その葉っぱが茂った後に球根に翌年の養分として還るので、あんまり切りすぎない方がいいです。水仙とかもですね、結構水仙の葉っぱも長いのはこう結んであるのを見たりすると思うんですけど、あんな感じで切らない方がいいですね。切ってしまうと球根が極端に弱っちゃうので、球根植物は花の後に葉っぱが茂るので、その間肥料をあげながら葉っぱをしっかり太らせてあげないと、翌年が株がちっちゃくなっちゃうので気をつけてくださいね。で、同じ球根植物でもですね、シクラメンとか、このアネモネとか球根が芽が出るところは埋まらない方がいいんですけど、水仙とかムスカリはこの中央は空いた方がいいか。ムスカリは浮いた方がいいですね。水仙は球根が全部埋まっていいです。アネモネとシクラメンとかはちゃんと出てた方が良くて、ムスカリもですね、この中心のこの葉っぱのところは全部埋まらない方がいいですね。球根の際がちょっと出るぐらいの方がいいですね。水仙は埋まってしまっていいです。はい、じゃあこんな感じで完成です。このですね、浅シートがちょっと大きすぎるよねって思う場合は、ハサミで切ってもらえれば少しぐらいは出てる方が可愛いかなとは思うんですけど、ちょっとあまりにもですね、大きいなと思う場合には、ちょっと切っていただけたらと思います。なんとなく出てるところが可愛ければいいので、綺麗じゃなくてもいいかと思います。このですね、ちょっと球根の隙間とかが目立つところがですね、こういうヤシ繊維とかをほぐして入れてもいいし、こういう白とですね、茶色とあるんですけど、こんな感じ、色がですね。で、こういうのをちょっとほぐして入れても可愛いと思います。あとはこういうカラーのドライフラワーとかでも今よく売ってるんですけど、こうカラーリングした水苔とかですね。で、あとはこのスパニッシュモス、アイリッシュモス、こういうのとかですね、入れても大丈夫かと思います。あとはですね、ハイゴケ、苔玉とかに使うハイゴケがありますよね、こういう生の。こんなのを入れても可愛いかと思います。年末年始にかけてはですね、結構苔玉だったりとか、盆栽とか松竹梅とかですね、そういうのの上にも苔を乗せたりするので、意外と苔も手に入りやすいかと思います。ハイゴケとかですね、普段使えないようなこういうアイテムを使っても可愛いかもしれないですね。こんな感じで隙間にこう苔とかを貼っていくととっても可愛い。こんな感じで、このムスカリの球根の頭が見えてるところとかも、こうやって苔を貼ってあげるととても可愛くなるので、土がこぼれるのも防止してくれます。で、この苔はですね、ちゃんと育ってくれれば増えてくるので、可愛いですよね。この球根の隙間とかもこうやって苔を入れていけば、緑の苔が可愛い。
で、このハイゴケはですね、結構半日陰でよく育つのと湿気にも強いので、こういう表面に貼るならハイゴケがいいかもしれないですね。杉ゴケとか砂ゴケとかも売ってたりするんですけど、それはカンカン照りで乾燥気味が良かったりするので、ハイゴケが湿気とかには強くていいですね。じゃあこんな感じで完成です。いかがですか？早春のですね、球根植物と、まだまだ咲いてくれるビオラ、あと宿根草のですね、クモマソウ、クモマグサとかも入れて、かわいい今の季節の寄せ植えが出来上がりです。はい。で、今回はですね、このワイヤーのカゴに作ってみたんですけど、もちろん年末にも作りましたよね。こういう、洗えるバスケット。ちょっと残念な言い方すればビニールのバスケット。この辺で植えてもですね、球根植物とか、この今の春の宿根草のですね、クローバーだったり、アネモネだったり、ビオラ、こういう草花系はですね、とっても可愛く仕上がるので、こういうバスケットとかで植えて、で、さっきは苔を使いましたけど、こういうヤシ繊維でですね、周りをちょっと覆ってあげてナチュラルな感じで仕上げてあげるととっても可愛くなりますね。こちらはアネモネと白大菊ですね。で、あとモリモリ咲いてくれるネメシアにフリフリのパンジー、ビオラですね。あとビオラとアリサム。はい、あとまだまだ楽しめるハボタンも綺麗なのが入ってますね。球根植物と季節の草花を組み合わせてみてもとっても可愛く植えられるので、ぜひ皆さんもですね、今の季節にぴったりなこのお花の寄せ植えを作ってみてください。それでは今週もですね、いかがだったでしょうか。久々の寄せ植えでですね、いろんな植物がどんどん入荷してくるのでワクワクしますね。今週もですね、動画を見ていいなと思った方はポチッといいねボタンと、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。次は来週の木曜日ですね。はい、また入荷情報で、もうそろそろですね、もう1週間経つので年が明けてですね、2週目なので、来週こそはいろんな商品がまた続々入荷してくると思いますので、皆さん楽しみにお待ちください。ではまた来週お会いしましょう。